皆さんこんにちは、ビーレジェンド栄養士の板垣です。今日はですね、ミルキー味のプロテインを使ってフレンチトーストを作っていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。では早速材料の紹介していきます。はい、卵1個分使っていきます。でお麩ですね、だいたい4つか5つぐらいですね、だいたい 12g ぐらいになります。とオリーブオイルとかサラダ油ですね、焼くときに使っていきます。こちらを、バターで作っていくのもおすすめです。これが、小さじ1杯分です。とミルキー風味のプロテイン大さじ山盛り1杯分使っていきます。ではまずシェーカーにですね、卵1個割り入れていきます。で馴染んできたらお水入れていきます。お水が 50cc 入ります。はい、さらによく混ぜていきます。はい、で次プロテインですね、味を濃くつけるために山盛り1杯分つけていきます。蓋を閉めて混ぜていきます。でいつものより、水の分量が少ないのですごく混ざりにくいと思います。でしっかりめに混ぜていきます。してもらってダマになっているようだったら菜箸で混ぜていきます。で全体が滑らかになったらこれで準備終わりです。タッパーなど電子レンジに対応している容器に麩を並べて入れていきます。でこの上から先ほど作った卵液をかけていきます。裏返したりとかしてしっかりなじませていきます。でこの後なんですけども、500ワットの電子レンジで30秒ほど温めていきます。で30秒経ったら、この麩をひっくり返してさらに30秒温めていくんですけども、卵が固まらないようにだけしっかり、庫内を見ておくようにしましょう。で全体的に馴染んだので、今からレンジで30秒温めていきたいと思います。両面30秒ずつ電子レンジで加熱してきました。で、こんな感じでちょっと大きくはなっています。で物によってはまだ硬いままのものとかもありますので、そういう場合はちょっと水分量調整してもらって、で加熱してもらったらいいと思います。では温めていきたいと思います。とフライパンでも大丈夫なんですけども、今回ホットプレートで使っていきます。で油を敷いてもらって、はい、ちょっと温度の確認をしてもらって、卵液とかですねを乗せてもらって、ちょっとジュッといったらもう焼いていいような温度になってますので、焼いていきます。今裏返したら、焼き色がついてきたので、このままですね、両面にこの色の焼き色がつくまで焼いていきます。で結構もういい感じに焼き色がついてきたので、これで加熱を一旦ストップして盛り付けていきます。では盛り付けていきたいと思います。はい、できました。ミルキープロテインでオフのフレンチトーストを作りました。な感じです。蜂蜜大さじ1杯分と、粉糖代わりにミルキープロテインを上からかけています。ではスペックの紹介と実食のレビューを、堀さんを交えて次の動画でお送りしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。